こんばんは。こんにちは。ええ今回も片山さんとこうやってソーシャルディスタンスを取りつつ毎回話してますね。さすが、細やかですね山ちゃんは。はい。私も忘れないよね。もう毎回ねそれ忘れてて忘れてろと思いながらはい。すみません。今回はですね。片山さんがレースで戦っている時、はい。加山さん自身がええとメカニックをしつつ、はい。でレーサーとして とねえー、正式に言えば、うんえー、世界グランプリに挑戦をし始めたときには、うん、メカニックはあの整備はメカニックに頼み、はいえー、俺はチューニングに専念してた。チューニングに、ほうほうほうはい。でも、勝手山さん自身がその触ってたわけもう全部ポート削って、それは任せられなかった。<ー>ものすごく難しいから そ感覚的なものな感覚的なものもあのポート削る時のそれは最終的な面取りもあれば何ミリまで広げるとかものすごくもうガソリンの感覚にならないとガソリンの感覚2ストロークはガソリンを霧状になってえその吸い込んでクランケースに吸い込んでそれから早期ポートで燃焼室に持っていくんだけども。 そのガスの流れそのものに自分がガソリンになった状態でクランケースの中から早気ポートから燃焼室に入れないと要はどういう空気の動きになってるかがわからないだからそういうものっていうのは超感覚的な要はフィーリングじゃないですか空気になりきるっていう。 クリエイティブではなくてイマジネーションの方の想像力がないとそうだね優秀な実際に想像力を超えてそのガソリンの空気体になりきるんですよだそういう感覚を身につけるっていうのは普通にやれとかって言ってできるものではないからじゃあそうそういうところから何が生まれてくるかというと多分あの全く、えー TZ350 とか250のポートっていうのは、はい、あの途中からどんどんその早期ポートっていうえ吹き出し,しクランケースからシリンダーヘッドにえ吹き出す早期ポートの角度がそれから数がえ当初はニコニコで下から上がってきていて角度なんかもこう違うんだけどもそれが途中から効率を上げるために参考になったりいろんなことを そのヤマハもチャレンジしてきてるんですよ。でそれにプラス私は2つ予備につけた。<ー><え>でそれなんでそんなものをつけれるんか、うんうん、どうやってつけるんだっていうとヒントは鈴木の、えー、RG500 が後ろからポッとそのガスを飛び出していた。要はは早期ポートがあれは えー、ロータリーディスクバルブだったんで、あのー、その後ろのところを使いやすい状況だと、えー、まああんまり細かな話は、えー、はしょるけども当時の2ストロークの,の TZ のシリンダーを、えー、持ってる人が見ればいいけども吸気ポートの上に、えー、私はその送気ポートをつけたのね。はいえー 普通だったら、この吸気ポートがないロータリーディスクだから、下からクランケースから送気ポートをつけれるんだけども、吸気ポートがあるから、送気ポートなんかつけれないわけだよね。でなどうしたかというと、ピストンに穴を開けて、それも2つ穴開けて、で、そのピストンが上がってくるときに、あ、降りていくときに、ほんの少しの距離だけ、ここに、 早期でピュッとガスを飛び出させるように。<laughs> それえあの半月形のものを二つ、ほ<う>吸気ポートの上に細いものをつけ作って、<ー>でピストンには同じように窓を開けて、<ー>何馬力上がったと思う。いや分かるそれぐらい上がる。金馬力。二百五十でも三百五十でも二馬力ぐらいしか変わらなかったんだけども、<ー>でもこの二馬力の変化っていうのは。 プラス2馬力に要は 250cc だったら当時50馬力そこそこ350だったら70馬力そこそこでプラス2馬力っていうのは体感できないんですよところがマイナス2馬力になったら人間は体感するんです落ちたなっていうのが分かるわけです落ちたら分かる上がったら分かんない不思議だよね 人はずーっとずーっと乗っているものが悪くなった瞬間にあれいつもと違うっていうのがわかるでもいつもアクセル開ける開けるっていうふうにやってるからプラス2馬力はそんなに感じないでもテストベンチにで測ると2馬力はちゃんと出てくるそういうチューニングをね今だから喋れるけどね それは片山山さん <laughs> ヤマハのマシンは少なくとも片山さんのマシンだけがそういうことしてた、ね、当然人になんか教えないじゃない<ー>そんなこといっぱいあちこちで積み重ねてるんだからそれ、自らやってたわけ、ね、<laughs> そうらみず自らもう,もうそんな細かな作業ってさメカニックは仕事いっぱいあるわけだから俺がチューニングは担当でへえ でもそれがポンと当時は焼きつくわけよ、うん、焼きついたらシリンダーもピストンも一から作らないといけない大変だよ <laughs> <laughs> それはあの走行中に焼きつくとえらいことになるわけでしょまあ焼け走行中にしか焼きつかないでしょいやいやそのか例えば最高速出てる時に焼きついたりしたらどうするんですか <laughs> クラッチて あのチューナーーナでありレそのまさに先ほど言われた空気そのものに自分自身がならないとチューニングなんかできへんしできないよ、ね、だかあの前にも話したことあると思うけども森脇さんはいろんなことをよくあのエンジニアの森脇ね森脇エンジニアというの森脇さんはよくあの研究している人だからあの2ストロークにおける片山隆純の チューナーのレベルっていうのは彼はどっかでよく見てたんだよね。だからツーストロークいじらしたら片山さんが世界でトップだろうなって彼は言った。<ー>でもそれはエンジンを作るっていうことじゃなくて、あるエンジンをより良くするための手法だよね。<ー>うん、だから実際自分でもツーストロークのエンジンをより良くするまあいろんなアイデアをえ導入してあのー。 やっていくのは、まあ、マシンも早かったから、うん、そういうふうに言ってくれたんだと思うんだけど。他にもいっぱいあるんですか、そんな話。うん、まあ、いっぱいはある、あっても、まあ、あんまり大したことないかもしれないね。<laughs> えっと、画期的なものっていうのは、まあ、そういう。 一つかな他にもいろいろお話は聞けそうですかこれ。まあまたねもういいじゃないもう墓袴にまでお蔵入りでめかしてもいいんじゃないのそら後世に残さなあかんいやいやそんなことないそんなのはもう必要ない時代になったんだからそれを話聞いて今もうねおそうなのかみたいな人いっぱいいますよいやいや喜んでると思います当時のあの熊坂や杉原はねあの俺のそういう背中を見てるし 片山何やってんだから当時はあのー、寝れなかったっていうのは寝る時間がなかった、うん、焼き付いたらシリンダー作らないといけないんだもんピストン作らないといけないわけでそれは俺の仕事だからね、うん、だから寝る時間もなく、あのー、マシンを作り込んでた時がありました ありがとうございます。今回は中納としても一級品のカテヤマさん。いやいやいや、その昔のことですよ。あうのオイル交換さえままならないヤマちゃんがお届けさせていただきました。オイル交換ぐらいしろよ、自分で。これからもどうぞよろしく。はい、よろしくです。はい、今週もありがとうございます。はい、さよなら。